クリスチャンの入り道を聞きの皆様、こんにちは。今日は思わず笑顔になった話をノアテルミがお届けします。これは3年前の話です。教会から長崎チームと呼ばれる日本で初めて殉教したキリシタン26世人が歩んだ道を京都、広島、佐賀、長崎と巡るツアーに参加した時のお話です。 確か7回チームが出たと思うんですが私たちはその第1チームと呼ばれる先陣を切るようなチームで緊張感も半端なかったのを覚えてるんですがメンバー10名は1台の大きなレンタカーで平和に順調に移動して予定通り京都広島佐賀長崎の各ポイントを巡り集会を持ったりお祈りしたり。 とっても祝福された時間を持つことができました。その最後のポイントの場所、長崎駅近くの西坂の丘と呼ばれる26,000人が殉教した場所でお祈りした後を希望者で路上ライブをしてよいとチームリーダーから言われました。路上ライブを 私が任されたんですがその場所でまだ祈りたい人もいるだろうからどれくらい希望者はいるんだろうか、まあ、たとえ数人でも私は行きますと心に決めていたんですが結果なんと8名の希望があり思っていた以上にたくさんのメンバーで長崎駅前で路上ライブをすることができましたちなみに私たちが路上でゴスペルを歌うのは 神様の素晴らしさや神様の愛をたくさんの人たちに伝えたいからなのですがこの時すごく心が喜びで満ちあふれて本当に神様の素晴らしさを皆さんに伝えたいんですというまっすぐな気持ち100%で緊張もなくゴスペルを自由に歌うことができました周りのメンバーの表情を見ても同じようなものを感じて 一緒に同じ心でゴスペルを歌うことができて嬉しいなぁとしみじみ思い思わず笑顔しかも最高の笑顔で歌うことができました立ち止まって聞いてくださり声をかけてくれる方もいてその中でなんと差し入れまで買ってきてくださる方がいました中身が気になりつつそのまま路上ライブは撤収して他のメンバーとも合流して 夜の集会場所へ向かいましたそこで初めて包みを開けてびっくりなんと美味しそうな小さな肉まんが10個路上ライブに行ったメンバーの分だけではなく今回長崎チームに行った人数ぴったり入っていましたみんなで一つのチームなんだなあ一人一人への神様の愛を感じるなぁと思い思わずまた笑顔になったのでした。 今日は最後までお聞きくださりありがとうございました。うん